スファンメアリー・ボー・ウォルコット・アミメ平子層サルラケニア、ルーコフィラはサラセニア族の食虫植物の一種。補虫用の先端部分に紅白のアミメ模様が入り、美しい。かつてはエスドラムンディの学名も使われ、この金読みでも流通した。多年生の総本。根茎は地下にあり、葉を根室状に出す。根茎は太さ1から2.5センチメートルで、 ところどころで分子する。葉は細長く直立し、長さ25から9 5トル、筒状で上向きに次第に広まり、先端の口臭は直径6から1 4トルに達する。筒状部の外臭は無毛、下部は黄緑色で、先端に向かって葉脈が赤から紫に染まり、葉脈間の部分が白くなり、白と緑から紫の網目模様を作る。 網目模様は蓋にも広がる。口外は腎臓型から円形になり、長さ2.5から6 5トル、幅は3から7トル。円は波打っていて、外側に反り返り、先端は尖る。家形は長さ30から8 0トル、花弁は長さ4から5トル、幅は広いところで1.5から3 5トル。エビ茶色で基部が白っぽい。 カキは短く、3月下旬から4月上旬までとごく、短い。北アメリカのジョージア州南部、フロリダ州西部からミシシッピ州東部まで、メキシコ湾沿いの海岸平野に分布する。国道沿いのブナ林の開けたところにある湿地に多く、見られるとも、食中植物として、観葉植物として栽培される。白と紫の盲目模様がはっきりしており、それを含め、 本属中で、最も干渉価値が高いものとされる。後輩親としても重視されてきた。広く販売されているものの一つであるが、本種そのものが出回ることは多くなく、普通に栽培されているのは後輩品由来である。それもあって反問には変異が多く、干渉価値は高い。近藤、近藤、P98 演芸ラジ店 P1080 近藤、近藤、P98 近藤、近藤、P197。近藤、近藤、P98 田辺、P109。近藤、近藤、P198 小宮、P1502 田辺、P109。ありがとうございます。